遠藤奈美は、KBS 京都の女性アナウンサー。兵庫県西宮市出身。小学校、中学校の9年間を、アメリカジョージア州で過ごした後、大京大附属池田高校、大阪外国語、大学外国語学部地域文化学科卒業。2006年 KBS 京都入社。同期入社は、木村久信。巨人ファン。2019年結婚。 2021年第一子、出産、現在産休中。以下、伸縮型のメニューとして掲載する。右にある、表示をクリックすると一覧表示される。ABC、安藤人志、スケシに聞く。京都府。2021年2月14日閲覧。4月バースデー。2021年2月14日閲覧。AB、パワーファイル1143ボリューム 206. KBS 京都ラジオ編成2021年2月14日閲覧2010万716私の優しくない先輩2021年2月14日閲覧遠藤並ツイッターなど放送終了です2021年2月14日閲覧皆様にご報告です2021年2月14日閲覧放送終了です 今日から岩井真美さんが担当。2021年2月14日閲覧。ありがとうございます。